い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。つながってる、輝いてる、あなたの笑顔を夢見てる。テルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる、テルミック。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。皆さんこんにちは、テルミック社員のリンリンです。こんにちは、同じく社員のノンノンです。ノンノン、もう何回目今回？今回はね、もう11回目です早いですね。早いですね。毎週水曜日3時、聞いてますもんね、みんなで聞いてます。そして見逃し配信というか毎回反省会してますね、今日の朝もしました、ちゃんと。今日朝車でずっと聞いてきたよ。聞いて思ったよね、1回目に2回目に比べたら1回目2回目まだちょっと怖くて聞けないんだよね。あ、私は3回目からか。3回目ちょっと今怖くて聞けないの。私毎回聞くけど、もうこの前成長したんだって思いながら、そうなの本当に。でもこの間嬉しいことがあって、何私の仲良かった司法書士の先生にテルラジの宣伝をしたら、事務所で毎週水曜日聞いてくれてるらしくて嬉しい嬉しいけど恥ずかしいね。そうなの。そっか、じゃあこれからも頑張ろう。そう、頑張りましょう。はい、ではまずはテルミックとはどんな会社なのか、私リンリンからご紹介させていただきます。創業33年目の愛知県刈谷市にある鉄工所で主に金属部品を加工する製造業です。今では常滑、知立、県外には島根県松江市にも営業所があり、国内外とお客様を結ぶプラットフォームの役割を担う企業を目指しています。鉄工所というと男性が多いイメージがありますが、テルミックでは7割が女性。社員食堂がカフェ風だったり、オフィス、工場もとても綺麗なので、私たち女性も働きやすい会社です。今収録しているスタジオも社内にあるんですよね。 YouTube で番組収録の様子も動画配信いたしますので、皆さんぜひ見てください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。詳しい情報は番組の最後にお伝えいたしますので、最後まで聞いてください。この番組は固い会社の固くない話というタイトルにもあるように、鉄という硬いものを作る製造業の私たちが面白いものづくりをしている人をご紹介したり、製造業ならではの楽しいお話をご紹介する固くないラジオ番組です。鉄工所のイメージがガラッと変わるお話を通じて、リスナーの皆さんが製造業をより身近に感じていただけたらと思っています。もちろん同業者の皆さんはぜひ聞いてくださいね。ただいまお送りした曲はモーニング娘。のそうだWe Are Live。 ラジオネーム常滑営業所藤原さんからのリクエストで、私は今のモーニング娘。が大好きです。先日行ったライブでこの曲を現役メンバーが歌っていて、進化し続けているモーニング娘。は最高にかっこよかったです。私の原動力のモーニング娘。の曲を皆さんにも共有いたします。藤原さん、リクエストありがとうございました。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしています。研磨いらずの輝く人を紹介。このコーナーでは女性活躍に注目して、社内外でキラキラしている研磨いらずの輝く人をご紹介するコーナーです。ここからは田中社長にも登場していただきましょう。田中社長、よろしくお願いいたします。こんにちは、ピアライおじさんです。今日のゲストさんは社内ゲスト第2回目のスタッフです。テルミック常滑営業所で勤務している西川茜さんをご紹介します。西川さん、こんにちは。こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは西川さん、自己紹介とお仕事内容を聞いてもいいですか？管理グループで総務人事を担当している西川と申します。入社3年目です。よろしくお願いします。お願いします。西川ちゃん、おとなしいですね。緊張してない？大丈夫ですか？緊張してます。本当？全然そんな風に見えないですね。見えない。いつも堂々としてるから、ね、ニコニコしてるから感じがあるからね。うん、そう、いつもあのリンリンが隣でブズブズ言ってる、独り言を大きい声で言ってるんだけど、西川ちゃんが優しくね、大丈夫ですかリンリンっていつも拾ってくれるんですよね。心配してるんだね、リンリンのことね。西川ちゃん、もう入社3年目なんですね。はい、そうです。となるといつですか？2020年。なんかこの間のゲストの中川こころさんと、あ、同じです。あ、はい、同期？同期です、ね、そう、2020年入社、ね、はい。え、西川ちゃん、そういえば 人事総務って どうですか？いろんなことをいつも、ね、どんな仕事を普段しているのか、ちょっとここで皆さんに紹介してもらえたらなと思います、うんうん、はい。本当にいろんなことをさせていただいていて、備品発注や施設管理といった仕事をメインでやってるんですけれども、うん、システム関係の仕事やツイッター配信の担当もしています、うんうん、そうですね、まあ、小さい会社なんでね、いろんなことやるよね。特に社長がね、すぐやってくれみたいなことが多いからね。そう、すごい、もうのんのん知ってる、あの西川ちゃんいつもね、朝出勤してこうネットでログインでタココをしてネットでログインタイムカードみたいな、ね、あのオンラインでやるんだけど、ネットでポモンね、うん、そう、いつも社長が西川ちゃん西川ちゃん、そう、着いたらすぐ、はい、走って向かってます。すごい冷静に対応してて、本当もう西川ちゃんを待ってたんだね、社長は。そう、毎日来るのをね。そう、パソコンのこともまだかまだかって、パソコンのことも購入品のこともね。ね、幅広く これ何って、なるべくね、西川さんに聞くようにしてあげてるんだけど。そうなんですか？やっぱりいろんなことをこう覚えてほしいんで。あ、そういう意図があったんで、周りのことをね、やっぱり後でね、聞くときにね、あれどこにあったっけみたいなことを覚えておいてほしいからね、いろいろ、うん、いつもこうやってニコニコしてるんだよね。ニコ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 、いいですね。ね、営業所にこんなね、ニコニコ可愛い子がいたら、みんなやる気になりますよね。お仕事もね。本当ですね。あの西川ちゃん、会社で、なんて言うんだろう、コロナになってから、なる前かに入社して、もう入社の時はコロナ、コロナだったの？そうです、ちょうど始まった頃でした、ね、どうでした？大変じゃなかったですか？いや、すごくなんか大変で不安でした。うん、その入った年に週休3日になったりとか、うん、あったね、会社の食事会とか飲み会とかほとんどなかったりしたので、会社に馴染めるかなとか、仕事をちゃんと覚えられるかなっていうのは強く感じてました。あ、やっぱりそうやって感じてたんですね、うん、新入社員の人たちね、うん、それをこうどうやって乗り越えたっていう なんか不安がちょっとやられた時とか、どんな時がありました？でもやっぱり 長くというか、時間が経つにつれて馴染めたなっていうのと、まあ、先輩方を見てると一生懸命仕事に取り組んでらっしゃって、優しくしていただいたので馴染めたかなと。だから同じぐらいの年の人が多かったからね、うん、はい、だから良かった。まあ、そうやって同期の子とかもいたからね、うん、余計同じ境遇の子がいると、ね、うん、相談とかもしやすいですよね。そうです ね、 ね、最初はでも、ね、生産管理グループで。あ、そうだった。営業の経験もあるから。そうです ね、 ね、でもね、西川さんは会社で車を覚えたんですよ、はい、今ね、車乗れない子だったんだけど。西川ちゃんさん、ペーパードライバーだったの？ペーパードライバーだったんですけど、一回乗ったことない、まあ、一回乗ったことないことはないけど、うん、ここからね、駅まで行くときに会社の車で今通勤、うん、してもらってるんだけど、はい、あ、そうです、みんな乗せてね、駅まで。待って、じゃあ最初そのペーパードライバーで車、あの駅まで行くのに歩いて徒歩10分ぐらいかなの距離なんだけど、うん、まあ、みんなが大変だといけないから車輸車を渡して駅まで乗って、うん、
そこに止めてたりしてて、それを運転してたんだけど、車に、ね、初心者マーク貼ってたの？テレミックっていう。初心者ではなかったんで、この前ね、見たらね、片手で運転してたよ。そうなんですか。めっちゃ生意気じゃんと思ったけど。想像できない。どうしよう。すごい。今じゃあこの前、たまたま電車で来て、帰りに西川ちゃんが運転してくれたんだけど、うん、なんと5人乗りじゃなくてノア乗ってたの。片手だったのかな。しっかり両手で。あ、そういうことね。でびっくりしたのが、駐車するとき、こうペーパードライバーっていうのを昔知ってたから、うん、大丈夫かなってこう、助手席に乗って見てたんだけど、すごい上手、一発だったよ。しかもあれ本当に難しくて、何あそこ中列中列駐車ね。あ、中列駐車。リリー、なんて言った今。中列駐車。じゃあ分かる、すごい難しい、ほら車高で一番難しい駐車。駐車。窓からこう乗り上げてやってたんじゃないだろうね。いや、本当に一発でしょ、ゆっくりと。しかも、ね、ナビについてるカメラじゃなくてサイドミラーをしっかり見て。才能があるんだね、きっと。びっくりした、すごいいいね。よかったね、ここテレミックに入社してね、はい、最初は10回ぐらい切り返して駐車してたんですけど。いやいいね、ありがたいです、ね。何事もやっぱ今どこでも行けちゃうね。うん。難しいみたいです。難しいかもしれない、ね。でも広報としてもね、うんうん、そのツイッターを毎日アップしてくれてたり、う、ね、うんうん、このテルラジ の、ね、アーカイブの聞き方とかも、もう一回ちょっとリスナーの方に西川さんからちょっと、ね、いいですね、西川ちゃんにちょっと紹介、改めて紹介してもらいたいですね。いつもツイッターで、うん、もうすぐ始まるよとか、そうそうそう、こういうことやってよとか、見逃した方もここから聞けますよっていうのをアップしてくれてるんで、うん、そうですね、よろしくお願いします。はい、テルラジは今年9月から始めた番組で、ピッチ FM で毎週水曜午後3時に放送されており、オンタイムですと愛知県の碧南、刈谷、安城、知立、高浜市エリアの方は周波数 FM83.8 に合わせてお聞きください。エリア外の方はパソコン、タブレット、スマートフォンにて iOS、Android 用のアプリケーション FM プラプラを App Store や Google Play からダウンロードしてお聞きください。聞き逃し配信を YouTube や Spotify、Podcast にもアップしています。皆さんぜひ聞いてチャンネル登録をよろしくお願いします。登録してね、よろしく。いいですね、社長。西川ちゃん、ありがとうございます。登録したくなるよね、西川さん。いや、本当に、うん、ぜひ登録してほしいですね。ツイッターもフォローね。はい、Amazon Music でも聞けるようになりましたもんね。いや、本当ですね、うん、いろんな方法で聞けるようになったから。そうです、検索テルラジで皆さん聞けますので、はい、ぜひ聞いてください。はい、はい、それではそろそろお時間となってしまいましたけど。早いです ね、 ね、まだまだ話したいことたくさんありますけど。でも来 週、 も、ま、ね、来週あるから、西川ちゃん来週もお願いね。はい、よろしくお願いします。降りてくるだけだからね。はい、西川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、あ、その前に曲の紹介がありましたね。そうです、そうです。で、ここでちょっと田中社長にも、うん、ご退出していただくので、田中社長、ありがとうございました。ありがとうございました。では西川さん、改めて1曲紹介をお願いできますか。はい、突き放しているようで励ましてくれるような不思議な歌詞と優しい声がとても印象に残った曲です。ヨルシカのブレーメン。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしています。リンリンのこれだけ覚えれば固いよ中国語講座。大家好、皆さんこんにちは。このコーナーは中国生まれ日本育ちの私リンリンがおすすめするこれだけ覚えれば固いよという中国語講座です。日常生活で使えるフレーズや製造業の業界用語を中国語でお届けします。放送終了後、紹介した単語はツイッターでもアップしますので、ぜひ見てください。そしてフォローもよろしくお願いします。さて、1回目から3回目は日常生活で使える中国語を紹介しましたが、第4回では製造業で使えるこれだけ覚えれば固いよという単語、機械加工におけるメントリについてご紹介します。
はい、私のんのんは生徒の役で参加します。全く中国語はわからないのでりんりんにたくさん教えてもらおうと思います。はい、面取り今回ちょっとなんか難しそうですね。そうですね、のんのんやっと業界用語に製造業の、そうです、面取りですね、業界用語ですね。はい、面取りなんですけど、はい、まあ簡単に、言うと、うん、何に例えたらいいんだろうな、まあ簡単に言うと角を削る、まあ、取るっていう意味なんですけど、うんうん、料理で言うと煮崩れを防いだりするために大根やお芋などの切り口の角を薄くそぎ取る。おでん作る時のね、そうね、大根のあれと同じで、はいはい、面取り、あ、なるほど、まあ、あんなイメージですね。わかりやすいですね。はい、ただあの機械加工での面取りの目的は、まあ、怪我の防止とかあの組み立てのこう向上、他部品との接触時のトラブルの防止が、まあ、メインの目的なんですよね。そうだったんですね。でも確かに身近なもの、その面取りされてるものってすごく多いですよね。例えばこうスマートフォンとか、うんうん、机とかね、そうですね、こう角とか、うんうん、こう角だとこう角ね、突筋突筋とか、ね、あ、そうそう、突筋突筋だと頭をぶつけたら怪我しちゃうので、そう、怪我しちゃう、ね、そうそう、あのそう面取りね、 R 面取りねそう、なんて言えばいいんだろうね、突筋突筋をね、突筋、そうそう、削るんだね。はい、じゃあ、 あのその面取りが中国でなんていうか言いますね。はい、よく見てくださいね。はい、見てますか？見てます。リンリンの口しか見てないですよ今それはちょっと恥ずかしいです面取りは道場、道場、そう、いいですね。面取りはなんて言うんですか、のんのん？道場。もう一回ください。道、違います。道場道上、道上、そう、あの四世と三世ですね。三世、これううだよね。そう、そうです、そう、それ数字の五のうう、ね、あ、そう、いいね、いいね。じゃあ面取りは道上、道上、いいですね。よし、じゃあちょっとこのよかった、すごく話してる。次ね、ちゃんとまた言えるから、はいはい、面取りには、はい、あの種類があるんですよ。ほう、何があるかというと、し面取りとか、うん、R 面取りとか、うん、糸面取りとかってあるんですね。へー、でこれ中国でも一緒で、例えば C 面取りだと C 道場、 C 道場、そうで、 R 面取りだとなんて言うんですか、 R 道場、そう、いいですね。あ、 R とか C とかは一緒なんだ。まあ発音がちょっと、まあ、そうね、一緒、はい、一緒で、ちょっと違うの、 R は中国語だと。次行こうか、じゃあ糸面取りはなんて言うと、うん、ちょっと違うんですよね、うん、C も R もついてないので、道小城、道小城、そう、小城が糸っていう感じですね。あ、そういうこと、はい、ちっちゃい、こうちょっと削るみたいな、うん、はいはいはい、道小城、道小城、そうなんですよね、いいですね。へー、ま、C 面取り、R 面取りってのは業界用語なんですね、うんうん、製造業の。そうなんですよ、うん、なるほど。で、他にもあの目的も、まあ、今話したのと3種類あるっていうのと、うん、何が違うんですか、3種類。いいこと聞きましたね。でしょC 面取り、 C 道場は、うん、角部を斜め45度に落とす加工のことなんですね。あ、大根の、おでんの大根のんのは45度ぐらい。あ、じゃあそれは C 面取りですね。 C 面取りだねで、これが最も一般的な面取りなんです。へー、よくあの図面とか見ると C0.5 とか、あ、それ見たことある、見たことある、倫理の見積もりで見たことあるよ。それはね、あの面取りの話、なるほどね、はい、はいはい。で、あと大根ね、うん、そう、大根、これはあの一般的によく使われていて、うん、まあ、怪我防止とか組み付けとか向上するの、まあ、いろんな目的、幅広い目的でよく使われるんですけど、はいはい、R 面取り、 R 道場は、可動部を丸める加工、こう、R、スマートフォンとかじゃない、あ、そう、こう突筋突筋じゃなくて、ちょっと丸める、こういう、あ、そうそうそう、スマートフォンじゃない、そう、あの机とか ね家具とかもそうなんだけど、なるほど、ね、それは R メートル、あ、そう、怪我防止が最もこう効果があるものですね、うんうん、なるほどね、なるほどね。で、あの面取りについては YouTube で一回動画としてあのあるので、
ぜひのんのもそれ見て勉強して。いやそうだね、もう一回見る、前見たけどもう一回見るね。サーキットベベラで削ったやつね。わかった。はい、まあ時間もそろそろ時間になってきたので、そう、あっという間だね。面取りをついて、はい、うん、面取りはなんて言うんですか、のんのダウチョシー。面取りはなんて言うんですか。シーダウチョ。すごいね。アール面取りはアールダウチョ。糸面取りはダウショウジョ。すごい、パーフェクト、パーフェクト、嬉しい。はい、もう時間になったので、はい、あの次もビシビシといきますので、ね、いや徐々に製造業の、ね、業界用語を中国語で喋れるように頑張ります。はい、じゃあまた次回、さようなら。さようなら。再见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 。ただいまお送りした曲はラッキーテープスのムード。ラジオネームケイヤマさんからのリクエストで、曲の冒頭、ここまではうまく生きてきたんだしという歌詞が、もし辛いことがあってもこれからもきっとなんとかなると思わせてくれて、考え事をするような時によく聞いています。ケイヤマさん、リクエストありがとうございました。西川ちゃん可愛かったね。いや本当に可愛かったね。いや本当に、来週もね西川ちゃんまた登場するんで、登場してくれますね。ちょっといろんな質問したいですね。いや本当に総務人事っていう仕事をね、うん、やっぱどんな仕事してるんだろうって思ってる子は多いと思うので、リンリンのね中国語も上手に言えてたでしょ。のんのすごいすごい。いや本当に発音が綺麗。じゃあね、数字でちょっとね鍛えられた。やっぱいろんな言い方があるから、0から10まで発音みたいなのがすごいね。あれで勉強になりました。家でねめちゃくちゃ言ってるから子供たちに。いいことだと思う、うん、ママの年齢はこうだよっていうのとかね。中国語でね、ママいくつって聞かれて日本語で答えないの。中国語で答える。知らせたくないのね。そうそれはいいことだね。いいことでしょ。はい、そろそろお時間になりました。そうそう、ね、はい、お時間になりました。この番組では曲のリクエストも募集していますので、これをかけてほしいという方はどしどしこちらまでご応募ください。応募方法はピッチ FM 公式ホームページのリクエストメッセージフォームよりご応募ください。またオープニングでもお伝えしました、テレミックのお届けするラジオテルラジの情報は弊社公式ホームページでもご紹介しています。 YouTube、Twitter でも随時配信していきますので、ぜひフォローをお願いします。オンエアが聞けなかった方は過去の放送回の配信も行っています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music のアプリでスマホやタブレットがあればどこでも聞けます。こちらもぜひお気に入り登録をお願いいたします。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ、お相手はリンリンとのんのんでした。また来週。つながってる、輝いてる、あなたの笑顔を夢見てる。テルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる。テルミック。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしました。